YouTube ファンフェスト伝わったら噛むか。YouTube ファンフェスをご覧の皆様、はじめまして、とある男が授業してみたの、ハイチと申します。私は普段ですね、小学生から高校生向けに授業動画を投稿している人間なんですが、おそらく、授業が見れるんだっていうのはね、そこが初めましてだった方もいるかと思うので、ぜひこの機会に覚えていただけると幸いです。ねえ。YouTube ファンフェスをご覧の皆さん、30秒か。 YouTube ファンフェスをご覧の皆様、はじめまして、とある男が授業してみたのハイチと申します。私は普段小学生から高校生向けに授業動画を投稿しているんですが、8年かかってやっと100万に達成することができました。私はですね、 YouTube で勉強するっていうのが当たり前になるような、そういうのを目標に活動していますので、ぜひ今日、勉強できるんだっていうのはね、それ自体が初めましてだった方も覚えていただけると幸いです。今後頑張っていきますので、よろしくお願いします。これで29秒なんだよね。だった方も今日覚えていただけると幸いです。今後どうぞよろしくお願いします。なあ、詰め込みすぎると伝わんないんだよな、特にな。本当はな、他にも、自分含めこういった授業をしてるクリエイター他にもいますので、ぜひこの分野を応援してくださいみたいなことを言いたいんだけどな、入んねんだよな。あ、でも教育クリエイターがいるっていうことをアピールできれば、まあそれは入るっちゃ入るか。YouTube ファンフェスをご覧の皆様、はじめまして、とある男が授業をしてみたのハイチと申します。私は普段小学生から高校生向けに学校で勉強する授業の動画を投稿しているんですが、約8年かかってこうやって100万人達成することができました。で、自分の目標はですね、 YouTube で勉強するっていう選択肢を多くの人に知ってもらうっていうのを目標にやっておりますので、よかったらこの機会に皆様の選択肢の中にも入れていただければ幸いです。今後もどうぞよろしくお願いします。まあ、30秒に入ったけど、どうだろう。私は、来ました。私は YouTube で勉強するっていうのことが多くの方にとって当たり前、ことが当たり前になるぐらいに、まあ、多くの方も YouTube で勉強するっていう選択肢が当たり前になるっていうのを目標にやっておりますので、ぜひ皆様この機会に、ぜひこの機会に皆様の選択肢も入れていただければ幸いです。よろしくお願いします。ということで、今後もね、活動頑張りますので、ということで、今後もね、活動頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。以上、ハイチでした。以上、ハイチでした。いや、ここまで入れたいですね。行きましょう。 YouTube ファンフェスをご覧の皆様、はじめまして、とある男が授業してみたの、ハイチと申します。YouTube ファンフェスをご覧の皆様、はじめまして。YouTube ファンフェスをご覧の皆様、はじめまして。とある男が授業をしてみたの、ハイチと申します。私は普段小学生から高校生までが学校で勉強する授業動画を投稿しているんですが、約8年かかってこうやって100万人達成することができました。で、私は YouTube で勉強するっていう選択肢が当たり前になるっていうのを目標にやっておりますので、よかったら皆様の選択肢に今回入れていただければ幸いです。あ、違えよ、秒数違え、5秒間違った。YouTube ファンフェスをご覧の皆様、はじめまして。とある男が授業をしてみたのハイチと言います。自分はですね、小学生からちょっと早い気がする。何テイク撮ってんだよ。
じゃあ次行こう。授業をしてみたの配置と申します。自分は普段小学生から高校生申します。自分はいつもそうだね、ワンテンポ置きたいんだよね、流れちゃうんだよね、トーンが。申します。 YouTube ファーメスをご覧の皆様はじめまして、とある男が授業をしてみたの配置と申します。自分は普段小学生から高校生が学校で勉強する授業の動画を投稿しているのですが、8年かかってやっと100万人達成することができました。で、自分はですね、 YouTube で勉強するっていう選択肢が当たり前になるというのを目標にやっておりますので、よかったらこの機会に皆様の選択肢にも入れてみてください。今後もね、活動頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上、ハイチでした。ああ、これでいいかな、出しようかな。ああ、もうよし、編集しよう。お疲れ様、俺。